名古屋市が市民の健康維持や高齢者の見守りができるスマートフォンアプリを開発しました。開発されたのは、名古屋市フレイル予防ポイント見守りアプリで、加齢に伴い心と体の動きが弱くなる状態、フレイルを予防するための情報が掲載されています。また、アプリに掲載される体操の動画などを見るほか、 1>, 1日に歩いた歩数など歩数などに応じてポイントがたまり1ポイント1円で D ポイントに交換して買い物などに利用できますまた65歳以上の市民には見守りのサービスもあり24時間以上歩かなかった場合などに登録した家族らにメールが届くほかお互いの位置情報を地図上で確認できますアプリの対象は40歳以上の名古屋市民で あさってから利用できます。